AJ ユナイテッド、今回はドッキリ企画です。ということで、樹海は FIFA19 で相手がコンピューターでも気づくことがなく最後まで試合を続けるのか。いや、これね、これ1回はやってみたかったんですよ。で、今ちょうどイベントが来てます。どんなイベントかというと、 FIFA プレイヤーのチームと実際ユーザーたちが対戦できるというモードなんですけども、まあ相手のチームをお借りしてこっちが挑戦する形になります。ということで、相手はコンピューターです。で、コンピューターでレベルをアルティメットチームにします。めっちゃ強いんですよ。で、メンバー自体もクソ強くて、俺絶対気づかないと思うんですよね。まあ今家なんですけど、まあこれからね、実際ゲームの撮影の方に行くので、ドッキリドヤ顔でかけていきたいと思います。ということで、ドッキリスタート。じゃあ俺が煮込んで、はいはいはい、タコの方使うわ。これ一本取れ、これか。あ、これこれね。失礼、危ねえ危ねえ危ねえ、助かった。やるとこだったぜ。なんだこれ。いや、何もないです。タコそんなことやったっけ。やってました。やってたのか。これあれだよね、うん、イベント内容言った方がいいよね。あ、そうだね。じゃあ行きます。はい、せーの、 AJ ユナイテッド。ということで、見てください、こちら。かっけーって俺も着てるんだけどさ。なんでお前が着てるんだよ。いや、俺が作ってやるから、お前の分は。ダンボールでだろ、またおう。いいえさん、1枚でいいんですよ。やめろよ。いや、確かにあなたのあのダンボールのユニフォームのクオリティはすごいけども、イエさんの方からもなんかすごいってお墨付きをもらったんですもんね。そう、僕あの家の社員の方から直接、はい、いや、あのダンボール良かったよっていうことで、今日もちょっと本当は作る予定だったんですよ。私、EA ユニフォームデザイナーの A としてね。いやいや、勝手に名乗るなよ。ちょっとダンボールデザイナーですけども、1名だけだろそれ。あ、今度送りますんでね、EA ジャパンの方へ。彼女は日本人さん。そう、彼女は日本人さんと、はい、アジア圏をあの牛耳ってるオーストラリアにちょっと送りますか。送るか。あの、このバージョンの段ボールの方もね、 EA ジャパンの方に飾っていただけるということで、本当感謝しております。絶対飾んないよ。ということで、はい、今回こちらのユニフォームですね、うん、景品となっております。こんだけ派手ぐらいのがかっこいいっすよね。 EA スポーツで、ね、左胸にはフット19で、こっちにもね、 EA スポーツのロゴ、はい、赤と黄色のユニフォームなんですけど、旧正月限定ボックスって中に、はい、こちらのユニフォームも入って3名様にプレゼントされるということなんですけども、あ、それ嬉しい。これいいよね。うん、だこれ撮影終わったら返却ということでね、樹海さん。あ、じゃあ A さんのやつも返却。僕は来ます。これだけ。応募方法は、まあ、いつもやってるんですよ、ツイッター、インスタグラムとか、うん、まあ、フットの、ところ行ってもらうと、はい、ログインしていただいて、紐付けしていただくと、そのアカウント、はい、ツイート文章、旧正月のお祝いとして、うん、どの FIFA19 選手を友達に送るのか教えてください、はい、ということで、まあ、文章でも写真でも映像でも大歓迎らしいんですよ、EA さんは、ね。なるほどね。まあ、その文章とかはまあ分かりやすいように、だから俺だったら、まあ、樹海に、そうだな、メッシを樹海に、まあ、送るとか、はい、この選手を送るよみたいな感じで、ハッシュタグフット JP と EA コンテストを、まあ、今まで通りつけて、はい、投稿していただくと、まあ、このちゃんと、ね、応募方法を守った方の中から3名様に当たります。おお、まあ、見えないからいいんですけど、ズボンも履いてないのはどうかと思います。いや、履いてる履いてる。お前やめろよ、お前。これで勝ち上がったってどうせモザイクかけんだろ。いや、一応見せちゃえばいいんじゃない。だって EA さん見てんだから。あ、そっか。ギリギリ身長的に出ねえな。いや、ユニフォームでかすぎて。ありがとう、EA さん。ブラボー。 A さんと同じサイズなのかちょっと疑問に思ったんですけど。そうだね、さっきちょっと、お前でかくねって言ってた、はい、で、A さんのが M サイズだったんですけど、見てみたら僕のも M サイズでした。ということは、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 俺の肩が細すぎるということか。びっくり人間。そうでしょ。はい、ほら。じゃあ、なんでさ、そこでこうキュッと。はい、ということで皆さんね、応募してください。はい、よろしくお願いします。ということで、今回なんですけど、はい、もう一つイベントがございます。うんうんうん。フットモードの方で、はい、香港のフットユナイテッドキャプテン
過去 FIFA のイベントの時に、まあ、動画多分見てくれた方は分かると思うんですけど、はい、まあ、結構ね仲いいんすよ香港のキムタク。まあ、あの俳優この方やられてるんですけども公式的にね FIFA19 にタコが現れたということで俺らやるしかねえだろう。やるしかねえよ。ただお前チームを見てみ、タコめちゃ強いぞ。私がタコのチームを使わせていただきますと。おっ、ちょっと待てよ、俺タコのチームアタック92だったよ。じゃあハンデハンデハンデ、俺から1点取ったら勝ちでいいよ。やりますか。はい、こちらねタコかっけー。だって俺ら対戦する機会なんかちょっとあった気がしたけどやってない。あの時やってないかもしれない。なんか A ちゃんちょっとやりましょうって言われたけどなんか時間がなかったからやってない旧正月、中国スーパーリーグの選手を使用して8ゴール決めると、はいはいはい、こちらのユニフォームがゲーム内で使用できます。ゲットしてみていただければと思います。そうっすね、 OK、 そうっすね、 OK、 そうっすね、 OK。 タコ演出助かるな。1点取ればもう勝ちでいいんだよね。1点取れば勝ちでいいから余裕だから。いや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 、いやそんなハンデあるんだよ。1点だったら1点だけ行きましょう。うちのチームめっちゃ強いな。え、ちょっと待って、なんでこんなにアイコン選手いんの。タコめっちゃガチャ引いたんじゃねえのこれ。だってこれ勝てば俺ポイントめっちゃ貯まるぜ。勝てばねペーでね。いや注目の選手じゃないんだよ。この時代にペレいたら最強だな。行きましょう。行くぞ。よし。うえー、ロナウジーニョ。髪なびいてる。うわすげえ。ドリブルめっちゃ。うわ。いやガンガン行くから。ああ。オッケー。そう。よしよしよし。いや髪なびかせんじゃん。ペレ。ペレよし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 、きた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 、うぇい、あぶね。何点入れようかな。やめろよ、まだ序盤だぞ。序盤も序盤だよこれ。1点入れてくれよ。確かに、あぶね、助かった。お、クリア、うぇい、あぶね。 OK、奪ってからビエラ、いいね。さあどうしようかな。オッケー、イエーイ。すごいんだけど。オッケー、イエーイ。ちょっとすごいんだけど。オッケー、イエーイ。ちょっとすごいんだけど。おお、おお、強い。よし、ロナウジーノから。いいね、ペレ。来た。ペレ。おい。こっからこっからいいねいいね。よし。OK! OK! OK! いやー、止められん。止めてくださいよ。いや、強いんだけど。いいね。これね。OK! マジで？おい。ロナウドかな？ OK！ あー！ファール。OK、来た。ロナウドでしょ。うわー、この位置やな。近いね。よしよし、来た来た来た。ジル。うわ、クソ似てる。パスかね。うえい。うわ。うわ。いや。よし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 。崩せねえ。いや、マジで点取れねえぞ。後半戦いけますか。いきますか。さあ、ここから速攻ですよ。抜けるよ。え、オフサイ？潰せ。俺らしいプレーだろ。そうだ、ラフプレーじゃねえかよ。確かに行く。ちょっと俺らしい。ただタコなら行かないかもしれない。俺らしい動き出た。出たね。褒めてはないぞ。やっちまったか。やっちまったな。悪いな。俺のプレーが出ちまったぜ。おお。あぶねえ。うわ、くそ。クリア。やるやん。オッケー。オッケー。オッケー。ビエラよ。おい。パトリックビエラよ。お前それよりこれあれじゃねえのか。
もうちょっとさっき少し前から気づいてたことがあるんだけどよ。お前なんで携帯見てんだ。この野郎。なんか途中からお前何もやってねえじゃねえか。おい、俺が戦ってるのは誰だこれは。A じゃねえ、誰かだろう。俺よ。やってないやってない、お前それパソコンの持ち方じゃねえかよ。ちょっと待って、危ねえ、はい、アルティメットです。頑張ってください、樹海さん。いやいや、動きがおかしいんだって。いいぞいいぞ。さあ、B へラカラカラカ、ここよ。どう俺のプレイ。まだあとワンチャンスある。しゃー。おい、待って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 、アルティメットの力違うよ。ということで、この動画が良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。ぜひこのね、ユニフォームゲットしてみてください。そうですね、はい、はい、ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。